はい、どうもー。はい、どうぞよし、ご飯の時間ですよ。ということで、ありがとうございます。出来上がりました。で、とんでもないやつです。大大盛り焼きそばって言えばいいかなんというか、こういう韓国のとんでもないやつに大アジフライ卵2のやったり、ネギだらけの味噌汁やったりしました。ありがとうございます。なんですけれども、今日はくっつけていきましょうか。作ってるところと食べてるところくっつけていきたいと思います。どうぞ。はい、どうも、楽しいご飯の時間ですよ。ということで、作ってるのと、食べてる動画をくっつける回でございます。本日、大成功の、にゃー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 は関係ない。にゃーには関係ないですけど、大成功のね、大盛りのメガ盛りとまではいかないですけど、大盛りの韓国の名前も何もわかんない、名前も何もわからんやつのパワーアップバージョンでやっていきます。はい、どうも、楽しいご飯の時間ですよ。ということでやっていきます。この韓国のこれ読める方。この韓国語を読める方、これは一体何なんですか、教えてください。ハングル文字がわからないもんで、食べ始めてから食べ終わるまで、最初から最後まで、一体自分が何を食べておるのかが全くわからない状態で、やりきりました、食べきりました、木島春樹でございます。いつも通り、お手手を洗って、お水を一口飲んでから、このご飯をね、作るときは、やっておりますよ。まず汁物から、汁物からね、作らなきゃいかんぞと。甘露じゃない、これは一口甘露ですからね。今回はレンコンと、鶏団子と、麩と、なんだっけ、あれは、ほら、あれよ、煮干しそのまんま入れてやりました。で、増量しますから、木島君は。やっぱたくさん食べなきゃいかんだろうってこと、いかんだろうってことはないけど、増量するぞっていうことで、こんにゃくのね、麺を先に、焼き切ってね、焼き切ってとか焼いて、で、魚肉ソーセージも入れて、これ途中で思い出したんですよ。ああ、しまったと、先に目玉焼き焼こうと思ったのに、目玉焼き焼くの忘れちゃったわっていうことで。思い出しましたから、ちゃんと。この皿の上に移して、ちょっと一旦このね、具材たちがこっちに行ってもらっておいて、で、目玉焼き焼いて、で、目玉焼き溶かして、またやりやすという。これごめんなさい。二度手間、三度手間っていうかな。これ、右手と左手で二度手間を荒らしてるということではございません。そういう風にして、こうやってね、二度手間しちゃって、これ情けないなとね、何をやってんだと。そういうね、段取り的なところをしっかりやってやらんとダメだろうという風に思ったんですけれども。まあ結果として、そんなね、時間がもうやたらそれで倍率のさらに倍、原平さんに全部みたいなさ、懐かしいの思い出したね。竹下恵子さん、あと塩澤教授、大だよね。塩澤教授懐かしいな。いや、大橋巨泉さん、石坂浩二さん、竹ちゃんね、竹下さん。いや、クイズダービー懐かしい。ロート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 製薬。鳩だね。鳩がいっぱい飛んでいってね。あれ、すごか。懐かしいな。あんなにいっぱい鳩飛ばしてみたいというのは、どうしても脳に刻まれておって。飛ばしましたよ。高校生の時のね、体育祭で。鳩飛ばした、たくさん。ああ、今この話をしてたらね、思い出してきた。あ、高校生の時の写真ちょうど出てきた。わーい、英作と雄一か。名作という字だったら、今、目閉じて喋ったから、今、目開けた瞬間出てきてね、同級生たちが。で、なんだっけ、何思い出した？そうだ、クイズ100人に聞きました。関口博さんのクイズ100人に聞きましたの、ね、肘をついてこうやって斜めにやってるから、あれがずっこけちゃうんじゃないかって心配して子供の中で見て、あ、出来上がった。これ続けてね、食べてる動画、続けていきますんで、食べてる方の動画ね、全部見てください。めちゃめちゃ辛かったです、めちゃめちゃ辛かった。ありがとうございます。食べてるところ、作ってるところ、作ってるところ合わせて合体させていきますよ。はい、もう一回こうですよ。いやー、すみません、ごめんなさい。もういいでしょう。作ってるところ見てくださいましたが、大盛りでございます。いただきます。大盛り盛りでございます。僕もこれ何か分かってません。さっぱり分かってない韓国のこっちのパワーアップです。汁からネギだらけ、ネギだらけ、レンコンまで入れちゃった。よくあ、これも見るか。よくわかんないでしょ。レンコンも入ってるし、鶏団子も入ってるんですよ、これ。よくわかんないやつです。もうめちゃめちゃいい香りです。ネギの匂い。ネギの匂い。ネギの香り。はい。あ、ごめんなさい。喉にネギが来ました。
来た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 、えあし、あし、あし、あい、ほら、あ、あし、ほら、あ、ネギ最高、ネギ最高です。あ、おいしい。うん。うん、レンコンいっぱいかな。あ、これいいじゃない。うん。これはいいレンコンだな。うん。あ、そうなんだ。どうも半端ないですよ。こんなにいいんだ。ああ、もう美味しい。冷凍のやつも美味しいけど。あっ、煮干しのまま。あ、いいね。冷凍のやつも美味しいけど、この水煮のやつ相当いいな。長すぎるか。さあ行きましょう。大盛りのね、焼きそば、なんだろうこれね。うん、トマト最高。分かる方、韓国語分かる方教えてください。何か僕には分かりません。ね、こっちもネギ乗っけました。で、大アジフライ、アジフライ食べないことには下の麺類にはたどり着けませんので、まずアジフライからいきましょうね。木島大好きミスターアジフライでございます。あです、唐辛子ミスターアジフライ木島でございます。やったぜ。今日あたり、あー美味しい。うん、今日あたり大当たり。なるほどね、よかったよかった。アジフライ美味しい人、もっと美味しい日があるじゃないですか。これもっと美味しい。最高。最高。もう天才。やった。こっちもね、こいます。うんうん。うん。うん。シャキシャキ。あ、最後、辛い。あ、辛い辛い。辛い。ごめんなさい。うるさい。
あ、いいね。うん。最後にネギかけた、このネギもいい、効いてる効いてる。仕事してる。あ、見てくださいよ。こうです。ちゃんと辛いです。ちゃんと辛いです。で、牛肉ソーセージも入ってます。知ってるか。あっ、うん、辛い。あら、辛いわ。あ、こんな辛いんだ。ちょっと待って、こんな辛いんだ。知らんかった。うん。辛すぎじゃないか。ちょっと辛すぎないか。もう遠いからやばいっす。遠いからやばいっす。ああ、おいしい。ああ、おいしい。ああ、これおいしい。うん。やばいっす。やばい。カレー。ほんとカレー。ちょっともういっちゃうか。いや、もうちょっと食べてからだな。もうちょっと食べてから。うん。うん。ああ、カレー。行こう。行きましょう。ミスター卵の黄身割り。世界で唯一、卵の黄身を割るプロでございます。お願いします。専門でございます。お願いします。はい、はい、どうぞ。はい、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 どうぞ。はい、はい、はい、ありがとうございます。仕事待ってます。仕事待ってますよ。お願いします。さあ、来た、さあ、来た。さあ、来たよ。さあ、うわ、うわ、これだもの。キジバが割るとこんな美味しそうになるんですよ。こんなに美味しい。最高だ。ああ、最高です。文句なしです。優しい、優しい、これで辛さを。うん、これで辛さをね、いいですよ、いいですよ。チンチンチンナポイマンチョコレットマンチョコリパイプチンナマンメンニチョリパイプチンナポイポイチンチンチナポイマンチョコレットチョコロリパイプチンナマンメンニチョロリパイプチンナポンポンチンチンチナ。やっぱでかいよね。やっぱでかいね。2個目も美味しい。重い重い。2個目も美味しい。しかし重い、しかし重い。わちゃがゆぬで見せたいものは、花とサンゴと白浜とチャカチャチャ、まこと一途の。やっぱ辛いわ。やっぱ辛い。うん。トマトありがとう。辛
から。夜明け白くもまったに燃えて波に花咲くユリが浜君の栗船波乗り越えるスリスリスリ青いさん辛い辛いよチンチンチンナポインマンチョコレットマンチョコリパイプチンナマンメンニチョルパイプチンナ最後終わりましょうかこっちも終わっていきましょうか。ああ、いいね。いい、いいぞ。あ口の中まだ辛いですからね。はい。はい、お願いします。2個目もお願いします。いい卵だ。いい卵だ。いい卵だった。お疲れ様です。めちゃめちゃいい卵だ。これだもん。いや、いい卵だ。いい卵だ。これはいい卵だうん今日の卵はいい卵だ二個ともうん味ぐらいもでした味ぐらいもうん辛いけど美味しいわうん結局自分が何を食べてるのかわからないまま始まって終わりますからね。ハングル文字が読めないから。そういうもんですよ。うん。最高だ。まあ美味しいからいいけど。結局そういうことなんです。よし、最後デザート。うん。うわ。ああ。夢中になりすぎて、持ってきたけど飲まないで終わりました。あ、前田先生も使おうと思って、あれ醤油もだ。アジフライにかけようと思って、忘れてました。今日のは大盛りだったよ大盛りでしたよ大盛りのなんかわかんないなんかわかんない韓国のこれパワーアップしたやつ卵に大アジフライにでネギだらけもだらけ鶏団子も入った具沢山の味噌汁、レンコン入り、あ、こっちもレンコン入り今日もとっても美味しかったですごちそうさまでした頑張っちゃうの